次のモデル？はい、水泳部がお世話になってるメーカーからどうしてもって頼まれたんです。今度のウェブカタログに載るらしいんですけど、先輩方は大会で忙しいし、参加できる部員は私たちしか。お姉様、ぜひお引き受けしましょう。でも水着のモデルっていろいろハードル高そうだし、ちょっとね。やっぱりそうですわよね。あ、ごめん、ね、見損ないましたわお姉様。可愛い後輩たちが困っているというのに、お姉様がそんなに冷酷で無慈悲だなんて。黒子は、黒子はあなたたちは。わかったわよ、私でよければ協力するから。それでこそお姉様、助かります。ありがとうございます、美坂様。これで水着のお姉様のあんな姿やこんな姿。いいえ、それどころかもっと大胆な水着で。そんなことや甘っさえ。考えてることだだ漏れなんだけど。お友達まで呼んでいただいてありがとうございます。気にしないで、どうせならみんなで楽しくやった方がいいしね。でもいいんですか、私たちが水着のモデルなんて。大丈夫ですの、どんな幼児体型でも科学の力でチュチュッと修正してくれるはずですの。ひどいです白井さん。お待たせしました。あの人は？メーカーの担当さんですよ。今日はよろしくお願いしますね。あら、あとの二人は？二人？まあ、白井さん。あ、この声は。あらまあ、大勢ぞろぞろと。社会科見学か何かかしら？金剛光子。小森先輩も。あなたこそ、何ですのその格好。休みの日も制服で外出するという拘束。お忘れですの。今日の私は常盤台の生徒ではありませんの。一人のモデルとして参上したのですわ。モデル？あなたも？え？ということはまさか小森先輩も水着のモデルを？ええ、いつも通ってるジムでジャッジメントの先輩に頼まれちゃって。あなたたちは？私たちは水泳部の子たちに頼まれて。見たところ皆さん初めてのようですから、いろいろと教えて差し上げますわ。私子供の頃からモデルをやってましたのよ。我が家のホールに響き渡るオーディエンスの拍手喝采、今でもこの胸に響いてきますわ。オーディエンスってそれお家の方でしょう。さ、早く参りましょう。試着室に案内してくださる？あ、はい、こちらです。